昭福寺は、兵庫県新温泉町の湯村温泉郷にある、天台宗の仏教寺院。平安時代前期の僧縁人の創建と伝わる。三号は、天竜山。本尊は、不動明王。桜の固有種である昭福寺桜で知られる。春木川の西岸、岸下に、湯村温泉の源泉、荒湯を望む、温泉郷前の宮城に位置する。四十八年。 縁人が不況のために当地を訪れて、湯村温泉を開け湯した際に現在地に改装したと伝わる古札で、以後1354年の実装陰葬人による再建、1685年の消失、1690年の機密による再建と消失と再建を繰り返しており、現在の道具は1780年の共犯による再建である。本道には、 平安時代後期の作と推定され、21年ごとに、改長される秘仏不動明王立像を本尊として、安置する。また境内には、平安の変の首謀者の一人である、熊谷忠義の墓と、山和脇に、彼が建てた両親の供養費がある。熊谷忠義は当時に潜伏して1673年に、病没しており、なぎなた、茶釜など彼の遺品は当時に保管されている。 小福寺桜田島地方から、張間地方北部に分布する固有種で、学名を、植物学者、牧野富太郎により、プルヌスタ島エンシス牧野と付けられ、小福寺の植栽儀であったことから、和名を、小福寺桜と付けられた。受高5メートル、幹周0.24メートル、花一輪の花弁50枚前後、学編10枚、メシベ2から6本という八重桜の編種である。傭兵と、 花びらは薄い毛で覆われており、花弁の枚数は樹齢に関連するとされている。開花時期は4月上旬から中旬。所有者は小福寺、管理者は温泉町教育委員会である。ありがとうございます。